死刑囚、最後の言葉、山路幸男。山路は、22歳の時にマンションに押し入り、住人の姉妹の顔や胸などをナイフで刺し殺害。その後現金を奪い放火、女性を2名殺害した死刑囚です。実は山路は、この事件を起こす6年前の16歳の時に、金銭のことで口論になった母親をバットで殺害しています。その際、山路は性的な興奮を強く感じたといい、再びその時の快感を得ようとして、マンションで2人を襲ったとされています。取り調べをしていくうちに、母親を殺した時の感覚が忘れられず、人の血を見たくなった、ふらっと買い物に行くように、ふらっと人を殺しに行ったのです。かも人も、俺にとっては変わりない、などの異常とも言える発言を残し、世に衝撃を与えました。最後まで反省も後悔もしないという態度を貫き、山路はそのまま講師台に上りました。そんな山路の、執行前の最後の言葉が、死刑でいいです。